弊害はいじられるっていうか、うん、混ぜさせてとかすぐ言われちゃったりとか。マリックさんとか絶対言われないですもん、うん、怖いもん。マリックさんのトランプなんて混ぜたくないもん。怖い。やっちゃいけない気がする。俺は何でもありな感じにしてるから、だから向こうもリラックスしてマジック見れるし、まあ、だからこそのチャチャとかそういうの出るけど、まあ、でもそれも含め楽しいっていうか、でそこで臨機応変に答えられると向こうもおやるやんみたいな、うん、それはあなん返せるやんみたいな、うん、そういう感じにもなってくるし、なんかそういうスタイルが俺は好きだから、だよっぽど何かこう突出した人じゃないというか、そのキャラクターとして確固たる地位を築いてない場合はやっぱラフでいた方が僕はすごいいいと思う。うんうん、ラフの方がね、うん、てかまあ入りやすいっていうか、お客さんが緊張するとマジックってやっぱ全力では楽しめないから、うん、そう、なんかスッて見てもらえるのはやっぱラフな感じで見てもらうっていうのがまあいいかなっていうのと、そう、まあ仲良くなれる思うかな、仲良くなるね。お客さんに乗る、乗っかる、物理的に物理的なわけない。お客さんがその言ったことに対して無限にしない、うんうんうん、スルーしない、そうそうそう、なんかこう言ってきたことになんかいいっすねっていうポジティブな返事をしていくとこう仲良くなりやすい。関心寄せるのはいいっすよね。うん、そう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 、関心寄せて、でウェーイみたいなハイタッチしたりとか、場合によってお酒飲めよって言ったらもう俺は断らないんだけど、うん、まあ、好きなのもあるし、好きなのもあるし、でもこれ名残なんだよ多分ね、これもっと好きになったんだと思う、これで、でそこで乾杯してそれで仲良くなるみたいなのもある。こっちが仲良くなるなろうっていう気持ちでいるっていうのが大事かな。ああ、うんうんうん、あの興味あるよみたいな、そう、向こうが向こうに思わせるっていうのももちろんあるけど、それはまずこっちからみんなのこと好きですよと、あの悪いことしませんよと、好きだよっていう気持ちをまあで入ってくっていうか、そうするとまあ仲良く比較的になりやすい。やっぱそういうマインドでいるとやっぱね、言語も変わってくるんだよね、返しも、その好きだよ基準、みんなのこと大好きだよ基準になってるから、そうするとポジティブな言葉が出て仲良くなって、そうそうそう、それだね、マインド、まずそこかもしれない、ポジティブマインド、ポジティブマインドっていうか、なろうぜ、うん、お前らのこと大好きだよっていうマインドをまず持って入るが結構いいかも。ぜひ皆さんも参考にして、はい、やってみてください。人気者マジシャンへの道へ進むのだ。